18年の連続となります東洋大学です。あ、少し瀬古さん、この明治との差もちょっと知ってきましたね。まあ、ここはね、一番大事なところなんですよね。主導権を取るために、まあ、これ以上払ってしまうとね、そうですね、やはりね、やはり負担かかりますから。今横浜駅前で東洋と明治、10位と11位は16秒差、これ以上離されたくはないというこのシード権争いを取っています。その後ろが東京国際大学と、こういう順番で来るはずです。今給水の状況、緊張する。Спасибо, Николай Семенович.